ドゥン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 。どうもどうもミルクボーイです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございますね。今ベルマークをいただきましたけれどもね、ありがとうございます。もうこんな何本あってもいいですからね。1万いいですからね、ありがたいですね。言っておりますけどもね、はい、ですけどね、うちのおかんがね、好きな朝ごはんがあるらしいんやけど、そうなんや、その名前をちょっと忘れたらしくてね。朝ごはんの名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ。まあいろいろ聞くんやけどな、全然分からへんねんな。分からへんの。ほなちゃいがね、おかんの好きな朝ごはんちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたかって教えてみてよ。甘くてカリカリしてて、で牛乳とかかけて食べるやつやって言うねんな。コーンフレークやないかい。その特徴はもう完全にコーンフレークやがな。コーンフレークな、すぐ分かったやん。こんなもんでもちょっと分からへんのよな。何が分からへんのよ。彼もコーンフレークと思ってんけどな。いやそうやろ、おかんが言うには死ぬ前の最後のご飯もそれでいいって言うねんな。ほなコーンフレークと違うか。人生の最後がコーンフレークでええわけないもんね。そうやね、コーンフレークはねまだ寿命に余裕があるから食べてられんのよ、ね、そうやねんな。な、コーンフレーク側もね、最後のご飯に任命されたら苦いもんよあれ。せやねんせやねん、コーンフレークってそういうもんやから。ほなコーンフレークとちゃうのそれ。せやねん、ほなもうちょっと詳しく教えてくれる。なんであんなに栄養バランスの五角形でかいかわからんらしいねん。コーンフレークやないかい。パッケージに書いてる五角形むちゃくちゃでかいんやから。あれでもちゃいはね、あれは自分の得意な項目だけで勝負してるからやと睨んでるのよ。チャイの目は騙されへんよ。チャイ騙したら大したもんや、でよ見たらね、牛乳の栄養素を含んだ上での五角形になっとんのや。あれチャイは何でもお見通しやねんからな。コーンフレークやそんなもんは。分からへんねん。でも何が分からへんのこれで。仮もコーンフレークと思ったけどな。そうやろ、おかんが言うには晩ご飯で出てきても全然いいって言うねんな。ほらコーンフレークちゃうやないか。晩飯でコーンフレーク出てきたらちゃぶ台ひっくり返すもんね。コーンフレークはねまだ朝の寝ぼけてる時やから食べてられんねん。しゃねん、ほんで食べてるうちにだんだん目が覚めてくるから最後ちょっとだけ残してまうねん。そういうからくりやからね。コーンフレークちゃうかな。ほなもうちょっとなんか言ってなかった。子供の頃なぜかみんな憧れたらしいねん。コーンフレークやないかい。コーンフレークとミロとフルーチは憧れたんやからね。あとトランシーバーも憧れましたよ。コーンフレークやそのまま。分からへんねんだから。なんで分からへんのこれで。仮もコーンフレークと思ってんけどな。そうやろ、おかんが言うにはお坊さんが修行の時にも食べてるっていうね。コーンフレークちゃうやないかい。精進料理にカタカナのメニューなんか出えへんのよ。コーンフレークはね朝から楽して腹を満たしたいという煩悩の塊やねんから。せやねんせやねん。あれみんな煩悩に牛乳かけとんやあれ。せやねんせやねん。コーンフレークちゃうかな。ほなもうちょっとなんか言ってなかったか。パフェとかのかさ増しに使われてるらしいね。コーンフレークなんかあれ法律すれすれぐらい入っとんやからな。店側がもう一段増やそう思うならチャイは動くよ、ほんま。コーンフレークや絶対分からへんねん。でもなんで分からへんのこれ。彼もコーンフレークと思ったんけどな。おかんが言うにはジャンルで言うたら中華やってるねん、ほなコーンフレークちゃうやないか。ジャンル全く分からんけど中華だけではないね。あの回るテーブルの上にコーンフレーク置いたら回した時に全部飛び散るやろ。そうやねん、コーンフレークちゃうやないか。ほなもうちょっと何か言ってなかった、食べてる時に誰に感謝していいか分からんらしいねん。コーンフレークやないか。コーンフレークは生産者さんの顔が浮かばへんのよな。浮かんでくるのは腕組んでる虎の顔だけやから。赤いスカーフの虎の顔だけ。コーンフレークに決まり。そんな分からへんことない。おかんの好きな朝ごはんはコーンフレーク。でもおかんが言うにはコーンフレークではないっちゅうねん。コーンフレークちゃうやないかい。おかんがコーンフレークではないといえばコーンフレークちゃうかな。そうやねん、さっき言えよ。チャイが虎の真似してるときどう思ってて。申し訳ない。だからほんまに分からへんかね。どうなってんねん。でおとんが言うにはな、おとんサバの塩焼きちゃうかっていうね。いや絶対ちゃうやろ。もういいわ。ありがとうございました。はーい。